LP の A 面、旋律の王女は、イギリスのロックバンド、クイーンのデビューアルバム、全英24位、全米83位を記録。本来なら、クイーンは女王と訳されるべきだが、本作の放題では王女となっている。これについては、当時のレコード会社の担当者が、雰囲気で女王の使用を避けたためと語っている。1971年2月、 ジョン・リー・コンが加入したことで、メンバーが固まったバンドは、9月にデレーン、リー・スタジオの導入機材のテストを担当することと、引き換えに無料でデモテープを制作する権利を得る。ルイ・オースティーンのプロデュースの元レコーディングが進められ、ここで、炎のロックンロール、ザ・ナイト・カムズ・ダウン、ライアー、ジーザスが録音された。その後、バンドはマネジメント会社、トライデントと契約を結び、 1972年夏頃からトライデントスタジオにて、ジョン・アンソニー及びロイ・トーマス・ベーカーのプロデュースの下、本格的なアルバム制作に取りかかる。同スタジオでは、デビット・ボーイやローリング・ストーンズも作業しており、クイーンは空き時間にしかスタジオを使えなかったが、それでも1973年1月までにはほぼ完成した。本作に収録された楽曲は、 ザナイトカムズダウンを除き、すべてトライデントスタジオで録音されたものである。何重にもオーバーダブされたコーラスやギターオーケストレーション、クラシック音楽を基調としたメロディラインやドラマチックな曲展開など、クイーンのオリジナリティはこの時点ですでに備わっていたと言える。アルバムに、アンドノーバディープレードシンセサイザーと明記されているのも、 彼らのサウンドへの強い自負の現れとも言えるが、この緻密な音作りは、プロデューサーのベイカーの影響が強い。また、ディーコンの名前の表記が、ディーコン・ジョンになっているが、これは、クレジットミスではなく、メンバーの意図によるものである。だが、ディーコン本人が、俺の名前は、ジョン・ディーコンだ。直してくれ。と激怒したため、自作のクイーン2では、ジョン・ディーコンに戻されている。 ジャケットデザインはフレディ・マーキュリーとブライアン・メイ、そしてジャケット写真を撮影したダグラス・パリフットによる。表ジャケットのバンドのロゴはマーキュリーがデザインした。ジャケットのデザインは基本的に全世界共通だが国によっては色合いやバンドのロゴの位置が異なるものもあった。CD 時代になってからはすべてイギリス版のデザインに統一されている。イギリスでは リリースされた1973年のうちには、チャートインすることはなく、自作、クイーン2のヒットに乗る形で1974年3月30日付で47位に、初ランクイン、1976年2月7日付及び2月21日付の24位が、最高位である。アメリカではイギリスよりも早く、チャートインしたが83位に止まった。リリース当初のイギリスでは、 複雑な曲構成や、ふんだんに使用されたエフェクトが、批評家筋から嫌われ、中には、こんなものが売れたら帽子でも何でも食ってやると叩く。批評家もいたが、アメリカでは、おおむね高評価を受けた。ローリングストーン氏は、このファンキーで、エネルギッシュなイギリスの4人組は、レッド・チェッペリンが放棄した、ヘビメタルの王座を狙えるだけのツールがあり、ロック界に、 大きな影響を与える勢力になることは疑いようがないと称賛し、ウィニペグフリープレスも彼らは一番新しいイギリスのスーパースター候補である。彼らが大きな成功を収めても驚かないとバンドを称えた。メンバーの自己評価はあまり高くなく、イは制作に時間がかかりすぎ、アルバムを出す頃には音楽シーンが大きく変わってしまった。 ちょっと期待外れだったねと語り、ロジャー・テイラーも気に入らない点はたくさんあるよ。ドラムの音とかねと不満を漏らしている。1994年、パール・オフォンよりデジタルリマスター版が2001年には日本限定で24ビットデジタルリマスター版がリリースされた。2011年、ハリウッドレコードより最新リマスター版を発表。リミテッドエディションのボーナス EP には これまで未発表だった1971年にデレーン、リースタジオで録音されたデモ音源が収録された。突起を除き、リードボーカルはフレディ・マーキュリーが担当。突起なき限り、アルバム記載のクレジットに準局員スタッフ。ありがとうございます。